Mindful Meditation 9. 怠りの人の中に、一人いそしみ。うち眠る人の中に、一人よく覚めたる。格のごとき智者は、かの足早き馬の遅き馬を駆け抜くごとく。彼は足早く走りゆくなり。友松延泰訳法華経29。いそしむ人は、mindful person。一人よく覚めたる人は、aware person とも訳されます。一瞬、一瞬のこと。だから、瞬場のように息がいい。mindful はゆっくりとばかり思っているようでは、法逸、mindless か、とんばの類。法華経というのはパーリ語で書かれていて、英語にも日本語にも、またその他の言語にもよく訳されている有名な経典ですね。日本では、友松延泰氏の名訳がよく読まれていると思います。大変な名訳なのですが、少し古文調のところがありますから、現代のヤンたちにはわかりにくい訳になっているかもしれません。ヤンたちは、どちらかというと英語で読んだ方が意味が通じやすい場合もあるでしょう。例えば、いそしむ人は、ある英訳本では、mindful person、マインフルな人と訳されていますし、一人よく覚めたる人は、aware person、aware、目覚めている person、人と訳されていますから、この方が若い人たちにはわかりやすいでしょうね。また、ヨーガを修行している人で、ティク・ナト・ハン先生に親しんでいる方は、マインフーな人と言われれば、ピンとくるかもしれませんね。あるいは、ヨーガを修行している人は、一人よく覚めたる人は、アウェアパーソン、気づきのある人と言われた方がわかりやすいかもしれませんね。ま、訳のことはともかく、一瞬一瞬、今ここに気づき、今ここの応答がテキパキしていること。そのような人がマインフルパーソンであり、アウェアパーソンであるわけですね。何かにとらわれていると、今ここ、見えなくなるんですね。とらわれている頭の中にあるのは、とらわれの対象だけですから、それ以外のものを見ることができないわけですね。それから、mindful と言いますと、ティク・ナト・ハン先生なんかを思い浮かべますと、ゆっくりとした動作のことを思ってしまいますね。ゆっくりと怠けるということは別問題です。ティク・ナト・ハン先生の一挙手一投足は実にゆっくりとしていて優雅ですが、例えば一年間のスケジュールを見ますと非常にハードなんですね。アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、そして東南アジアなどとあちこちで講演会やリトリートをしておられますし、またご自分の拠点であるフランスのトランビレッジでも長期のリトリートを主催したりしておられますし、そういう多忙なとも思われる生活の中にあって、あれほど多くの著作を出しておられるわけですから、ゆっくりと言っても、丁寧に丹念に、そして地道に仕事をし続けているということがわかりますね。ですから、ゆっくりとのんびりは別問題なんですね。のんびりしようと言いますと、まあ、
仕事はしないで寝転がっていいよというふうに普通は取られますが、マインフルというのはそういうのんびりとは別問題なんですね。マインフルであるからこそマスター方は凡人には及びもつかないような素晴らしい仕事をされておられますし、また残してきたわけですね。